ふと思ったんだけれど、そういえばダイハツ不正問題ってどうなったのかしら。2023年暮れにあれだけ大騒ぎだった割に、最近は静かじゃない。いやいや、そんなことはないぞ。1月26日に車の量産に必要な、型式指定の取り消しがあったほか、リコールや取引先への補償も発生しているんだ。不正の代償がどこまで大きくなるかは、未だに見通しが立っていないような状況なんだぜ。年明けから色々あって世間の関心も離れつつあるのかなって思ったけど、まだまだこれからだったのね。むしろダイハツが自分たちのしでかしたことへの清算が始まるのは、これからが本番って感じなのかしら。ことの重大さで言えば、経営陣がすげ変わって終わりで済みそうもなく、ダイハツがいつ倒産してもおかしくないレベルなんだ。何の罪もない技術者やディーラーで働く人など、とんでもない広範囲にまで影響が出ることになりそうだぜ。そもそも今回のダイハツ不正問題って、どんな経緯で発覚して、これからどうなってしまうのかしら。それじゃあ今回は、ダイハツ不正問題を徹底的に解説していくぞ。またダイハツというブランドが失われることで、今後日本の自動車業界に与えるとんでもない影響の数々も明らかにしていくから、最後までしっかり聞いておくんだぞ。よろしくお願いします。まずは不正発覚から、現在までの流れを簡単に振り返っていこう。最初にダイハツの不正が報じられたのが、2023年4月28日のことだ。最初に見つかった不正は、海外向け乗用車の安全試験での不正行為だぜ。その時は私の覚えている範囲だと、世間の反応はそこまで大きくなかった気がするわね。それはあくまでも海外向けということ、そして安全試験での不正と言われても、試験内容などが一般的に知られていないことから、多くの人にはそれがどんなに悪いことなのか、いまいちピンとこなかったんだ。マスコミの報道もそれほど緊急性を感じなかったわ。まあ今にして思えば、スポンサーへの配慮だったのかもしれないけどね。なおこの時点で発覚していたダイハツの行った不正行為は、海外向け4車種について、認証試験に使う試作車に市場に出回る量産車とは違う加工を施し、認証試験を確実に通るように細工したことだぜ。かなり悪質よね。それでダイハツはどんな対応をしたの？加工を施していない車両で改めて再度試験を行った結果、無事に基準を満たしていることを確認した上で、そのことを発表していたな。ああ、そういえばそうだったわね。それで世間の声としても、なんとなく、じゃあ大丈夫か、なんてうやむやになりつつあったわね。まあ実際そんなことはなかったんだけれど。ちなみにこの不正が発覚した理由は、内部告発、だった。そのことに親会社であるトヨタは強い不信感を示し、社内調査を実施することにしたぜ。トヨタのダイハツに対する不信感が募るのもわかるわ。内部告発がなければ、そのままずっと不正が続いていた可能性があるもんね。そうだな。そして社内調査の結果、翌月19日には早くも新たな不正が発覚したんだ。前回と同じく安全試験に関わる不正であり、違うところは国内市場向けだったという点だ。国内向けの車で、そして立て続けに問題が発覚したことで、世間も、おいおい、これってヤバいんじゃない、って見方に変わったのよね。今にして思えばこれでも序章に過ぎなかったけど。安全性の試験は左右からの衝突試験を行うことが決まりなんだが、ダイハツは助手席側だけ試験を実施し、その試験データを運転席側にも使い回したんだ。なんでそんなことをする必要があったわけ？なぜダイハツが助手席側だけ試験したのかは容易に想像がつくぞ。試験を行った開発者が右ハンドル仕様だったからだろう。実際、不正があったのは国内市場向けのダイハツ、ロッキー、およびトヨタ、ライズ、のハイブリッド車だ。はぁ？そんな単純な理由で？さらにはっきり言うと、手抜き、だな。意外に思う人もいるかもしれないが、自動車のボディ強度や剛性は、もともと運転席と助手席で異なっているんだ。そうなの？てっきり左右対称だと思ってたわ。運転席側には、ステアリングコラムを取り付けるために大きな穴が開いている。そのため、運転席側の方が強度や剛性が低くなるんだ。通常はそれを補正するために、溶接やダッシュパネルの断面形状の工夫、補強材の追加などで補っていくぜ。ふむふむ、後から強度や剛性を左右対称にしていくのね。それをしないと、車体の左右で同等の衝突性能が得られなくなってしまうもんね。ただし、ボディの強度や剛性にはばらつきがある。だから上限値と中央値、下限値を評価し、最も不利な下限値であっても衝突試験に通るように十分なマージンを確保しなければならないわけだ。ああ、そこから先はなんとなくわかったわ。ダイハツにはそこまでのリソースや時間がなかったか、もしくは技術的に不可能だったってことね。その通り。よって運転席側の試験データに、より良い結果が得られる助手席側の試験データを使い回したんだ。よくもまあそんなこすいことを思いついて、しかもそれを実行したわね。この不正発覚を受けて、ダイハツ、ロッキー、およびトヨタ、ライズ、の2種は、発表と同時に出荷、販売停止になっているぜ。またすでに入っていた注文も、すべてキャンセルになったんだ。納車を楽しみに待っていたお客さんからしたら本当に災難だわ。また、今回も社内で再試験を行った結果、法規に定められた安全性に関する基準を満たす結果になったそうだ。
とはいえ度重なる不正ですでにダイハツへの信頼は失われており、出荷、販売の停止は継続になったぜ。そりゃそうよね。それにしてもトヨタによる調査が行われてすぐに、新たな不正が見つかったけど、それだけダイハツで横行していた不正があからさまだったってことよね。トヨタはこれまで怪しいと思わなかったのかしら。実は前から怪しんでいたトヨタ社員もいたようだぞ。ある時、トヨタがダイハツにユニット部品の開発を依頼した際、性能に関する進捗を確かめたところ、ダイハツ工業の技術者から、すでに設計目標値に達している、との報告を受けたそうだ。まさかそれが虚偽報告だったというの？そのまさかだ。そんなに早く実現することはありえないと不審に思った関係者が、証拠となる試験データの提出を求めたところ、不正が発覚したぜ。以降トヨタのユニット部門ではダイハツの不正体質が認識され、厳しい確認が行われるようになったんだ。その一件からもダイハツは腐りきってることがわかるわね。でもそれってニュースになるような不正が発覚する前に起こったことなんでしょ。その時は大ごとにしなかったわけ。ああ、この情報は部署内に留められたようだ。この時に広く共有されていれば、ボディ設計部門や品質保証部門なども危険性を把握でき、今回の衝突試験不正を回避できた可能性があるぜ。情報共有を怠ってしまったことが、トヨタの失敗ってわけね。それに他の部門はダイハツの不正に全く気づかなかったってことか。それだけダイハツの技術者が、巧妙に不正を行っていたということだろうな。しかしそこからダイハツと利害関係のない専門家による第三者委員会の調査が行われたことで、不正が次々と明るみに出ることになったぜ。その第三者委員会による調査は、かなり長い時間がかかったのよね。まあことがあまりにも重大だから、ってことかしら。ああ、第三者委員会による調査は書類の精査をはじめ、147名と対面のヒアリングを327回も行ったり、3696人を対象にアンケート調査を実施したりと徹底的に行われたぜ。第三者委員会が設置されたのは5月15日だが、その報告が上がったのは12月20日だったんだ。半年もかかったわけか。でも上がった報告書は、それに見合うだけの内容だったのよね。もちろんだ。徹底調査の結果、なんと174件もの不正行為があったことが判明したぜ。一番古いものでは、1989年の不正が認められたそうだ。とんでもない数字よね。それに一番古いやつは、34年間にわたって放置されていたってことでしょ。終わってるわよ。これらすべてを説明すると、さすがに動画がとんでもない長さになってしまうから、不正内容を大まかに3つのタイプに分けて紹介していくぜ。お願いするわ。もちろん174件のうち許されるものは一つとしてないけれど、特にひどかったものをピックアップしてくれるってことね。一つ目は、不正加工、調整類型、だ。これは試験実施担当者が、意図的に車両や実施装置に不正な加工や調整を行うようなことだな。最初に発覚した、試験車に量産車とは違う加工を施し、認証試験を確実に通るように細工したっていう不正行為が、これに当てはまるわね。この類型は他にも、エアバッグのタイマー着火による不正加工、が発覚しているぜ。これはエアバッグの認証試験にて、本来はセンサーで検知してエアバッグを作動させるものを、届け出試験に間に合わないという理由で、タイマーによる作動で試験を通したというんだ。いやいや、エアバッグなんて人命を守るための大切な装置で不正するって、信じられないわよ。タイマーなんか使ったら、実際に事故に遭った時の安全性は担保されていないってことよね。そういうことだな。しかもこのエアバッグタイマー着火が行われたのは、一度や二度じゃないらしいんだ。ほとんどダイハツの伝統芸能の域に達していたようだぜ。ダイハツはもはや自動車製造に関わる資格がないわね。ちなみにこの、不正加工、調整類型、は、今回発表された174件の不正のうち、28件だった。やはり加工や調整には技術が必要な分、このタイプの不正は少なかったようだ。いや、そんなことに技術を使うくらいなら、ちゃんと試験を行いなさいよ。二つ目は、虚偽記載類型、だ。これは試験成績書に虚偽の内容を記載して、認証申請を行うことだな。ロッキー、と、ライズ、の不正はこれに該当するわね。さっきの、不正加工、調整類型、は加工や調整が必要だったけど、これは記載者一人でも手軽にやれてしまう分、より立ちが悪いと言えるわね。その通り、174件のうち143件が、虚偽記載類型、なんだ。霊夢が言うように手軽にやれてしまう分、これだけの数になったようだな。そんな手軽にできるからって、何度も繰り返して言い訳ないけどね。例としては、タイヤの空気圧の虚偽記載、がある。これは速度計試験において、本来は国が定める 20kPa を加えたタイヤで試験を行わなければいけないところ、そうではないタイヤで試験を行い、試験成績書には虚偽のタイヤ空気圧を記載したとのことだ。なんでそんな地味な手抜きを行っちゃったわけ？正しいタイヤの空気圧で試験を行っても、試験結果に影響しないと判断したらしいぜ。なんというか、もう試験に関わるダイハツの全ての人間が、試験の重要性を舐めてるとしか思えないわね。他にも試験車両の重量を偽ったり、排出ガスや燃費の数値を偽ったりと、とにかく目の前の問題をごまかすために不正が行われていたことがはっきりしているぜ。
やっぱり一度でも不正をしてしまったことで、もうまともに試験をやるのが馬鹿らしいと思うようになっちゃったんじゃないかしら。最後の方は感覚が完全に麻痺して、罪悪感が全くなくなっていた可能性があるわ。そして三つ目は、元データ不正操作類型、というやつだ。これは試験データの捏造や改ざんなどをする不正で、これが確認されたのは残りの3件だけだ。それが最も少なかったのね。これまでも悪質だったけれど、試験データそのものを改ざんするなんて、もはや怖いものなしね。例としては、助手席頭部加速度データの差し替え、がある。これはフルラップ前面衝突試験の立ち会いにおいて、事前にリハーサルで試験データを用意し、本番の試験では用意されたデータに差し替えることで、認証試験に確実に合格するように行われた、というものだ。なんでそこまでする必要があったわけ？理由はエアバッグが装備されていない車種だったからだ。ダミー頭部が車室内の部材に衝突することによって異常値を出すことを懸念した試験実施の担当者が、認証試験に不合格になることを恐れ、データの改ざんが行われたようだ。助手席の安全性なんてもはや全く考えていない、ってことよね。もうダイハツはどうしようもないくらい腐りきってるんじゃないかしら。このように第三者委員会による調査報告書はインパクトがあったものの、それすら疑う声があるのも事実なんだ。つまり不正問題について、ダイハツは組織防衛に入っているといった、厳しい声が投げかけられているんだぜ。どういうこと？報告書の指摘によると、現場の人間は、短期開発、と呼ぶスピード開発設計の納期を遵守するために時間が常に逼迫している状態にあった。外観デザインと設計変更に時間をかける分、法規認証業務に割ける時間がなくなったので、やむなく不正を行ったというんだ。でもそれってどのメーカーも同じなんじゃないの？とても不正を働いた人間に同情の余地があるとは思えないわね。真面目にやってる企業に失礼だと思うわ。そう思うのが普通だが、報告書には、不正行為に関与した担当者は、やむにやまれぬ状況に追い込まれて不正行為に及んだ、ごく普通の従業員である、とあるんだ。何よそれ。全部従業員のせいってこと？一連の不正が始まったのは先ほども言ったように1989年だが、2014年以降に急増していることがわかった。この背景にあるのが、2011年に販売した軽乗用車、ミライス、の成功体験だ。その車が売れたから、ダイハツという組織が腐っていったというの。というのも、ミライス、の開発期間は、なんと11ヶ月という異例の短さで行われたんだ。開発期間が短ければ短いほどコストを下げられるし、市場のニーズに素早く対応できる。そしてこの、ミライス、は現場にとって不幸なことに、バカ売れしてしまった。ああ、これでダイハツに短期開発の成功体験を与えちゃったわけか。その通り。ミライス、の成功は、歪んだ形でダイハツ社内の目標となってしまったんだ。普通に考えれば、ミライス、が売れた理由は、別のところにあると思うんだけどね。普通の会社ならその分析を行って、次の車の開発に活かすと思うんだけど、なんで開発期間だけにこだわったのかしら。もともとダイハツ社内においては、2007年頃から開発工数と予算を削減するための、短期開発の具体的なアイデアや方法の検討がされていたようだ。それが結実した成功事例が、初代、ミライス、だったというわけね。そもそも軽自動車で利益を出すことは難しいとされている。しかしダイハツは短期開発にこだわることでコストを抑え、他社との差別化を図ったんだ。腐っても自動車メーカーなんだから、デザインとか性能で差別化を図りなさいよ。霊夢の言うことはもっともだが、これ以降ダイハツ社内では短期開発が最優先されるようになり、絶対遵守事項のようになってしまった。日程は、選評、と呼ばれて経営トップの英断がなければ変更困難なほど、社内で絶対視されていたというぜ。そんなんじゃ最後の工程である認証試験の頃には、おそらくもう期日ギリギリで、一発合格して当たり前みたいなことになっていたんでしょうね。そりゃ不正も横行するわけだわ。またこれもコスト削減の一環で、利用できる試験車両の数に制限があったんだ。試験担当者は、不合格は許されない、との重圧にさらされ、不正に手を染めることになったんだぜ。そう聞くとさすがにちょっとかわいそうに思えるわね。またダイハツは2012年から2016年にかけて、新車種やモデルチェンジが立て込み、開発スタッフが不足する状態だったらしいんだ。しかしそこに新たな人員を増やすわけでもなく、短期開発だけがのしかかっていたんだぜ。典型的なブラック企業じゃない。それで2014年頃から不正が急増することにつながったのね。報告書では会社の方針に現場が苦しんでいたことに何度も触れており、総論では対策を講じなかった経営幹部の経営責任を指摘しながらも、不正に手を染めた直接の責任については、認証業務を担う従業員に押し付けた格好になるんだ。そう言われると半年間もの徹底調査が行われた成果としては、ちょっと弱い気がするわね。ダイハツの海を出し切ることは無理だったって感じがするわね。報告書の内容を、技術検証力が不足した報告書、と断じる専門家もいる。第三者委員会は生々しい車作りの現場の実態を知らないため、不正の本丸に切り込めなかった。そしてダイハツとしてもそれを良いことに、隠蔽を決め込んでいるというんだ。
174件もの不正を暴くことはできたものの、第三者委員会には専門的な知識があまりなくて、ダイハツにとって本当に隠したい部分までは明らかにすることができなかったということ。ああ。ダイハツ工業の言い分を、表層的になぞっただけの報告書、というのが、車作りの専門家の見立てだ。実際に第三者委員会の貝網誠委員長が自ら、調査には、限界がある、と認めているぜ。これでダイハツの膿を出し切るどころか、実際に行われるのは中途半端なトカゲの尻尾切り程度になる可能性もあるわけか。その通りだ。実際にダイハツの奥平総一郎社長は、12月20日に行われた記者会見にて、しっかりした現場だと思った、いや、プレッシャーがかなり大きかったのだろう、など、間接的に、現場が悪い、と言っていたぜ。この奥平社長って、もともとはトヨタの人間よね。なんだか自分はよそから来た人間だから、不正については知らなかったみたいな顔してるけど、絶対に無関係であると言い切れないと思うわ。奥平社長はかつてのトヨタを代表する車、カローラ、の開発に当たったエンジニアであり、車に詳しいのは間違いない。またダイハツの社長になってから6年半が経過しており、さすがに6年半もいて、知らなかった、という言い逃れはできないだろう。何よりも短期開発を優先する企業体質を作ったのは、他ならぬ経営陣よね。にもかかわらず、第三者委員会は不正の組織性を否定しているんだ。ダイハツの企業体質そのものに問題があることは、素人目にも明らかじゃないの。何が第三者委員会よ。完全にダイハツ寄りの思想じゃない。ああ、仮に現場の人間が悪いとしたところで、不正は約30年前から行われていたんだ。当時現場にいた人間は今上の立場になっているはずなんだ。つまりダイハツに必要なのは体質の改善というより、全てを入れ替えるくらいの改革ってことになるぜ。これからのダイハツはどうなってしまうのかしら。不正の代償はあまりにも大きすぎたと言わざるを得ないな。すでに、ロッキー、などの生産、受注を取りやめているが、出荷停止は親会社のトヨタ自動車だけでなく、マツダやスバルへの OEM 提供も含む、64車種が対象となるんだ。そういえば国土交通省によって、型式指定、が取り消されるとかどうのって話があったわね。あれってどういうことなの？自動車の型式認証制度とは、新型自動車の生産または販売を行う場合に、あらかじめ国土交通大臣に申請を行い、保安基準への適合性などについて審査を受ける制度のことだ。つまり同一型式の製品のすべてが、所定の基準に適合することについて国の認証を受けることだな。要するに一度申請が通れば、全く同じ車種を量産する際に、いちいち許可を取らなくても良い、みたいな感じかしら。その通り。車を販売するにあたって、一台一台審査していたんじゃする方もされる方も大変だからな。型式指定、があることで、ここの製品に対する審査が簡略化されるんだ。それが取り消されたということは、そのモデルは作れなくなるってこと？その通り。だから、型式指定の取り消しというのは、自動車メーカーへの行政処分の中では、最も重いものなんだぜ。ダイハツはかなりヤバい状況ってことね。だから、型式指定、取り消しのニュースがあった時に、みんな大騒ぎだったのね。それでは、型式指定にまつわる流れを振り返ってみよう。2023年12月21日、国土交通省は、大阪府池田市にあるダイハツ本社への立ち入り調査を実施した。国土交通省は不正行為の事実確認を行い、行政処分を出すかどうかを検討するとしたぜ。へぇ、国土交通省が自ら動いて、そんなことまでするのね。先ほども話したが、型式指定の認可は国土交通省の管轄だからな。それに今回不正が行われたのが、そもそも国土交通省へ、型式指定を申請するときの不正なわけだから、立ち入り調査を実施するのは当然のことだぜ。なるほどね。その立ち入り調査というのは、具体的には何をチェックするの？国土交通省はダイハツが製造、販売していた全27車種について、改めて安全環境基準への適合性の検証を行い、検証の結果を踏まえてダイハツへどのような行政処分を下すのか判断するようだ。検証の結果、型式指定、取り消しという重い処分が下ったのね。ああ、2024年1月26日、国土交通省は道路運送車両法に基づき、トラック3車種の、型式指定、を取り消したと発表した。3車種はダイハツ、グランマックス、と OEM 供給するトヨタ自動車、タウンエース、マツダ、ボンゴ、だ。それらはどういう車なの？グランマックスは価格が178万7千円からと比較的安価でありながら、800kg の最大積載量を備えた、使い勝手を高めた小型トラックだ。例えばビールケースなら60個相当、みかんコンテナなら50個相当搭載できる計算となる。へぇ、小さいのにそれだけたくさん詰めるなら、短い距離の配達とかで重宝されていたでしょうね。ああ、ダイハツによれば国内のほか、インドネシアなどを中心とする東南アジアの新興国でも販売する人気車種だったようだ。自社製品だけならまだしも、トヨタとマツダに影響がいっちゃったのは痛いわね。これは恐ろしいことになるんじゃないかしら。この3車種はダイハツが行った一連の不正の中でも、
特に悪質な不正が行われた、と判断したことが、取り消しに至った理由のようだ。へえ、一体どんな不正があったっていうの？これらの3車種については、国交省に型式指定を申請する際の、前面衝突試験、と、ヘッドランプのレベリング試験、において不正行為があったようだ。前車の、前面衝突試験、では、タイマーを用いてエアバッグを展開させていたんだぜ。さっき話に出てきたやつだわ。もはやエアバッグをタイマーで作動させることは、ダイハツのお家芸とも言えそうね。現場にはそれ専門の技術者がいるかもしれないし、もういっそのこと特許申請した方がいいんじゃないの。後者の、ヘッドランプのレベリング試験、では、距離の試験回数や積算走行距離を、試験成績書に記載していたことが明らかになっているぜ。つまりエアバッグタイマーが、不正加工、調整類型、で、ヘッドランプが、距離記載類型、に当たるわね。おお、よく覚えていたな霊夢。その通りだ。国交省はこうした不正行為を、特に悪質、と判断し、1月26日付で、型式指定、を取り消したぜ。それで、型式指定、というのは、一度取り消されちゃったらもう二度と、そのモデルを製造することができなくなっちゃうの。いや、そんなことはないぞ。再び量産するには、型式指定、を再申請し、審査を受けることが必要になるんだ。へえ、永遠に失効するわけじゃないのね。もちろんすぐに再発行とはいかないでしょうけど、三車種が復権する可能性は大いに高いってことか。ちなみに一連の問題をめぐり、型式指定の取り消しはこの三車種にとどまる見通しだぜ。こう言っちゃなんだけど、なんだか甘っちょろい処分になった気がするわね。というか積算走行距離の距離記載に関しては、ロッキー、でも行われていたんじゃない。なんでそっちは、型式指定の取り消し処分にならないの。国土交通省が明らかにしたわけじゃないから推測になってしまうが、やはりエアバッグのタイマー着火問題が、型式指定制度にあまりに反したものだったからだろうな。なるほど、国土交通省の見解としては、そちらが悪質で許せないってことなのね。斉藤哲夫大臣はダイハツ奥平社長に是正命令書を突き出しながら、型式指定の信頼性を根本から損ない、我が国の製造業への信頼も傷つけるもので、極めて遺憾。体制や体質を抜本的に改革しなければ失墜した信頼は取り戻せない、と強く言い放ったぜ。うわぁ、まさにお上のお達しね。国民からすれば羽田空港の接触事故の件はどうなんだって言いたい気もするけど。ダイハツとしては、型式指定の取り消しという行政処分を受けたことを真摯に受け止める、として、認証業務の見直しにとどまらず、法令遵守を大前提にして経営、職場風土と文化、適切なものづくりことづくりという3つの観点から改革に取り組む、とのことだ。そんなの口だけなら何とでも言えるわよ。本音は、型式指定、取り消し処分が3社程度で済んだことに、安堵しているんじゃないかしら。そうだな。厳しい処分であるものの、3社種はいわゆる、兄弟社、と呼ばれるもので、事実上1社種と言っても差し支えないんだ。それに人気があると言っても、あくまでも業務に使われるトラックタイプということで、販売台数もそれほど多くはない。そっか、これが軽自動車の車種だったら、もっと大きな影響が出ていたわよね。もっと言えば、この行政処分は国内に限った話なんだぜ。どういうこと？そういえば、グランマックスはインドネシアとか東南アジアでも販売してるって話だったけど。日本以外で販売する車について言えば、なんとその国の当局の判断に任せることになるんだ。つまりこの日本で、型式指定、取り消し処分を受けたとしても、インドネシア工場の稼働状況が悪化し、インドネシア人の仕事を奪うことにもならないんだぜ。それじゃあ結果的に厳しい処分が出たものの、経済的なダメージはほとんどないってことじゃない。ダイハツは今頃北斎んでいるんじゃないかしら。ダイハツの腐り切った企業体質からすれば、それも否定できないところだぜ。でも、型式指定、取り消し処分に関してはそれで済んだとしても、これからの問題はまだまだ山積みでしょ。取引先や顧客への保証なんかもあるでしょうし、業績への影響がどれほどのものになるかは全く想像つかないわね。ダイハツは国内の軽自動車市場で 33.4% ものシェアを握っている。ダイハツ系列の販売店は車検などのサービス対応は続ける方針だが、新車の販売停止が長引けば、消費者への影響も大きくなりそうだぜ。時期的にも新生活に向けて軽自動車を購入しようとしていた人も多いでしょうし、本当に数えきれない人が迷惑をかぶることになるわね。すでにダイハツは全車種の出荷停止を発表しているが、いつまで続くのか読めない上に、2023年12月25日には、大阪、京都、滋賀、大分の全工場を2024年1月末まで停止するとした。これにより、国内に4つある全ての自動車工場で生産が止まった形だ。工場で働く人たちは、この先どうなってしまうのか不安で仕方ないでしょうね。しかも会社からは現場の人間が悪いと言われて、本当に気の毒だわ。この4工場では27車種が生産され、2022年度の生産台数は約93万台あった。1月末までの停止により、単純計算で7万台超が生産できなくなることになる。取引先も今頃は頭を抱えているでしょうね。本当にどれだけ広範囲の人が影響を受けたのか、って話だわ。そうだな。
今回の生産停止で、自動車部品メーカーへの影響も懸念されているぜ。いわゆる下請けとされる小さな会社や工場に勤める人たちからしたら、生死に関わる問題だもんね。しかも先が全く見通せないっていうのが最悪だわ。帝国データバンクの調べでは、ダイハツのサプライチェーン企業は全国に8136社存在するとのことだ。そんなにたくさんの取引先があるの？そのうちダイハツと直接取引があるのは921社にとどまるらしいが、そこから二次下請け、三次下請けと裾野が広がっていくから、最終的には8136社にもなるとのことだ。下請けの末端まで行くと、サプライチェーンに関わっている人間が一体何人になるのか、想像するだけで気が遠くなるわね。しかも下の方にいる小さな会社や工場は、すぐにでも死活問題になりそうね。ああ、ダイハツのシェア率からして、業績や雇用維持への不安は業界全体に広がることになるだろう。この様子だと自動車業界以外のところにも波及しそうね。もちろんだ。例えば日本の金型業界にしても、売上に占める自動車関連のものが 70% も占めていて、就労人数は10万人を超えるそうだ。それじゃあダイハツが倒産なんてことになれば、自動車業界だけじゃなくて金型業界にもかなりの影響が出ちゃうじゃない。その通りだ。ダイハツは2023年12月21日に、サプライヤーへの謝罪と説明を行ったようだが、保証するにしたって、現状としてこの問題が果たしていつまで続くのかもわからない。サプライヤーからすれば、とても納得できる説明は得られなかっただろうな。ダイハツもサプライヤーも、今後のちゃんとした計画を立てることすら困難を極めるんじゃないかしら。そんなサプライヤーがダイハツに自動車パーツが売れなくなって困っている一方で、ダイハツから車を仕入れて売っていたディーラーも、被害を受けているんだ。そこも大きな問題よね。なんせ急に売るものがなくなっちゃったわけだし、これから3月にかけては車を購入する人が増える書き入れ時だったはずなのに、こんなことになっちゃうなんてね。実際にディーラーの様子はどうなっているのかしら。ディーラーは何も新車販売だけが仕事じゃないし、車検や修理の受付もしているから、営業は続けているようだ。これは私の勝手な意見だけれど、ディーラーという仕事の花形といえば、やっぱり新車販売じゃない。それができなくなるって、ディーラーで働く人たちからすれば、痛手という言葉だけじゃ表せないようなショックがあるんじゃないかしら。それは一理あるだろうな。ダイハツによる不正の付けを連帯責任のように負わされるのは、正直納得できないだろう。ダイハツディーラーの人たちはさぞ悔しがっているでしょうね。悔しさもあるが、現時点での情報が不足している上に加えて、今後のことが一切わからないという不安に駆られていることも大きいだろうな。確かにいつまで新車販売ができないのかもわからず、ただ店舗でメーカーからの回答を待っているだけの日々が続くなんて、私だったらとても耐えられないわ。そんな状態が長く続けば、精神的に参ってしまう人も出てくるんじゃないかしら。このようにダイハツの不正問題といっても、ダイハツが行政処分を受け、保証などの損失を出して終わりという話ではない。一体どれだけの人間に影響が出るのか、現時点では全く見えてこないと言えるだろう。ここからダイハツを立て直す道はあるのかしら。聞いてる限りだと、もはやダイハツは企業体質からして腐っていることが判明したから、なかなか難しそうだけど。かなり厳しいと言わざるを得ないな。第三者委員会による報告書では、不正の原因は従業員にあり組織だった行為ではないとされていたが、短期開発にこだわって全てをないがしろにした責任は、会社そのものにあると言えるぜ。時間やコストがないから不正したなんて、お金がないから盗んだ、っていう犯罪者の言い訳と同じよね。上の人間はそうならないように人員を雇って増やすとか、時間がなければ外注に出してテストすればいいだけの話で、そんな言い訳が通用するわけがないわ。そうだな。どのメーカーも新しい技術や環境技術を入れたり、最近じゃ EV 開発まで行う必要もあって大変なんだ。ダイハツはとにかくお金を出したくないことを念頭に置いて開発に当たっており、それがダイハツの根源的な問題だと言えるぜ。要するにダイハツはケチなのよね。こうなったら再編というよりも、いっそのこと新しい会社を立ち上げた方が早いんじゃないかって気がするわね。しっかりやらないと関連企業の人たちの不安はいつまで経っても解消されないでしょうし、一刻も早く行うべきだわ。そうだな。もしかしたら経営陣の首を飛ばして、大胆な改革が断行されるかもしれないぜ。経営陣の首といえば、あの奥平社長が自分の責任を認めるとは思えないわね。会見を見ていてもなんだか他人事のように振る舞っているし、責任を末端社員に押し付けることで保身を図ることしか考えていないんじゃないかしら。そうだな。ここは私が全責任を負って解決する、くらいのことは言ってほしかったが、そんな本来人の上に立つべき姿を見せることのできる信念を持った日本人の経営者は、残念ながらいないだろうな。所詮はトヨタから天下りしただけの人物、って感じよね。ダイハツの社長という地位は、身分不相応な気がするわ。親会社であり、自分の古巣であるトヨタに迷惑をかけたことについては、どう考えているのかしらね。そのトヨタだが、子会社がしたことだからと被害者面をするのもどうかと思うけどな。どういうこと？第三者委員会による報告書によると、今回確認された中で最も古い不正は1989年だった。
ちなみにダイハツの株の過半数がトヨタのものとなり、ダイハツがトヨタの子会社となったのが1998年。トヨタ保有分が 100% になって完全に吸収されたのが2016年だ。それじゃあトヨタに子会社化される前から不正があったわけだから、あんまり関係ないんじゃない？いや、1989年以降のダイハツの歴代会長、社長には、トヨタ出身者が12人中8人もいるんだ。しかも役員会も大半がトヨタ出身なんだぜ。それじゃあ今のダイハツの企業体質を作ったのはトヨタの人間じゃない。そういうことだ。これで、悪いのはダイハツであり、トヨタは悪くない、などとはとても言えないことがわかるだろう。そうね。子供のやったことは自分には責任は全くないというバカ親と同じだわ。そうなるとダイハツばかりが叩かれるのはおかしいと思えてきたわね。その一方で、トヨタ自動車の佐藤恒治社長は、2024年1月16日の会見で、新たなダイハツ経営陣を1ヶ月後に公表する方針を打ち出した。やっぱり奥平社長をはじめとする無能たちの首が切られることで決着するのね。今回のダイハツによる不正問題は、国土交通省から、型式指定の取り消し処分を受ける異例の事態に発展したことで、地に落ちた信頼の回復は一段と厳しくなった。トヨタは経営陣を入れ替えることで、ブランドの立て直しを図るとしているぜ。でもこれまでの流れ通りだと、その新しい経営陣だって、どうせトヨタ出身で固められるんでしょう。何も変わらないように感じるのは私だけかしら。同日、ダイハツの奥平社長は不正蔓延の原因を、経営の問題、こなしうる仕事量に対し、過度に詰めすぎた、と説明。二度と同じ過ちを犯さないために、全力を尽くす、と強調したぜ。あれ、なんだか言ってることが変わってない。現場の人間が悪いんじゃなかったの。どんな腹積もりがあるのかは知らないが、さすがにこれほどの騒ぎになってしまったことで、自分たち経営陣の責任を認めざるを得なくなったんだろうな。トヨタのお偉いさんたちからも責められたでしょうしね。自分がダイハツの末端社員にトカゲの尻尾切りを行おうとしたら、今度は自分がトヨタからトカゲの尻尾切りをされる側になってしまったってこと？かもしれないな。会見で、二度と同じ過ちを犯さないために、全力を尽くす、という言葉があったが、自分に二度目があると思っている時点で、ことの重大さをまだわかっていない気もするぜ。本当よね。あんたももっと上の立場にいる人間からすれば、所詮は尻尾に過ぎないんだってことを自覚しなさい。トヨタの佐藤社長も16日の会見において、1ヶ月後をめどに発表するダイハツの経営体制について、現状を前提に置かず考える、と述べ、抜本的な改革に取り組む考えを示しているぜ。そのコメントから察するに、もう奥平社長の首が飛ぶのは、決定事項みたいなもんじゃない。そうだな。しかしこの会見で疑問に残るのは、本当に経営陣だけすげ替えて、ここからダイハツが良くなるのか、ということだぜ。そうね。一度失った信頼はなかなか取り戻せないっていうし、何度も言うようにダイハツはもう企業体質が根本から腐りきってるわけだから、頭だけ変えればいいってことじゃないと思うし、このまま倒産しちゃうことだってあるんじゃない。ここまで問題が大きくなってしまうと、倒産しないにしても、霊夢の言うように信頼回復の道のりは長く険しいものになるだろう。第三者委員会の報告書には再発防止策が提言されていたが、それだけじゃダイハツの再建は無理だと思うぜ。その提言ってどんな内容になっているの？経営幹部から従業員への反省と出直し決意表明、みたいな感じで、書かれているのはごく当たり前のことだ。もはや果たしてどれほど本気なのか疑わしいわね。口だけの反省程度で終わらせる気なんじゃないかって思っちゃうわ。今のダイハツの腐り切った組織を、一度思い切って解体するくらいの改革をしなければ、何も変わらないんじゃないの？その通りだが、実際トヨタがそれをやろうとすると、時間的にも人材的にもなかなか厳しいものがあるというのが現実だな。それでもやってのけたら、ダイハツの不正を今回ばかりは許してやってもいいか、って気持ちも多少は芽生えることになるし、トヨタの信頼回復にもつながると思うけどね。現実的な案としては、問題視されている、短期開発、納期、開発と認証プロセスの見直しや、再発防止策を立案、監視する特別な機関の設置だろうな。その役目を担うのは、トヨタということになるのが丸いだろう。親会社であるトヨタにとってダイハツがなくなったら困るのは事実でしょうし、ダイハツを立て直す必要があるのはわかるわ。でもさっきの話を聞いてしまった後だと、いまいちトヨタを信頼しきれないのが正直なところだけどね。ちなみにトヨタの豊田章男会長は、ダイハツの件に関していくつかコメントしているが、調査結果が遅れた理由について言及しているぜ。どうしてとっとと公表しなかったの？これは2023年12月20日の記者会見でトヨタの中島博樹副社長も言っていたが、トヨタがダイハツの中に入り、海を出し切る覚悟で調査を行ったことで、時間がかかってしまったらしいんだ。それであんなに生々しいダイハツの不正が暴かれたのね。でも今のところは不正の中身が分かっただけで、本当に海を出すのはこれからよね。その通りだ。豊田章男会長も、ダイハツは別の会社になるくらいの覚悟で、抜本的改革をすべきだ、と言及している。1ヶ月後にははっきりするけれど、トップはもちろん幹部に至るまでも総入れ替えするくらいの激しい改革が行われそうね。まさしく、
粛清の嵐、が吹き荒れるんじゃないかしら。奥平社長は、カローラ、をはじめとして、トヨタの車両開発全般を指揮してきたような人物だ。エンジニアとしては非常に優秀であることは疑いようもなく、自動車に関しては天才と呼べる存在だったのかもしれない。ただ社長になるべき人ではなかったようだな。ここまで落ちぶれるとはね。もし本当に首を切られてしまったら、もう今後自動車業界に関わることも許されないんじゃないかしら。そうだな。かつての天才エンジニアが自動車業界から干されることになるなんて、自業自得の部分も大きいとはいえ見たくはなかったぜ。ダイハツへ天下りをしたことが、奥平社長にとっての終わりの始まりだったわね。ここからは最後のお務めだと思って、同じく責任の重いであろう役員連中も道連れにして、ダイハツ上層部をきれいにしてほしいところだな。あの社長さんが本当にそこまでできるか、実際は怪しいところだけどね。もう開き直って、自分は辞めるから後のことはよろしく、と投げ出さないことを願うわ。最後まで責任を放棄するなんてのは上の人間にはあるまじき姿だが、残念ながら日本人の経営者の最後としては、それが典型的なパターンだ。奥平社長は不正問題が発覚しても、あまりテレビの前に姿を現さないことを散々批判されていたわよね。その性格からすると、その可能性は大いにあり得るわね。トヨタのダイハツの膿を出すことに成功したとしても、その後の方がずっと大変なんだ。ダイハツというブランドを再建するためにも、本当の正念場はここからだぜ。長く険しい道のりになりそうね。ところでダイハツの生産停止って、いつまで続くのかしら。そろそろはっきりすると思ってたんだけど。会見ではダイハツが全面停止中の国内出荷について、国土交通省の判断を受けて、徐々に再開する方向とみられるものの、具体的な日程についての言及はされないままだったぜ。ダイハツの関係者にとっては、まだ明日も知れない日々が続くことになるわけね。指揮者の間でも様々な憶測が飛び交っているようだな。中には生産再開まで1年以上はかかるのではないかとしている意見もあるぜ。その間働いている人たちや、サプライヤーはどうなっちゃうのよ。保証に関しても、未だはっきりしていないぜ。まあサプライチェーン企業だけでも8136社あるって話だったし、それら全てに保証するにしてもどこから手をつけていいのかわからないような状況よね。ディーラーなども含めると、それだけで気の遠くなるような作業だわ。また、ダイハツの全車種に不正が及んでいたからな。一斉に全工場が再稼働するわけにもいかないだろう。今になって思うと、新型、ムーブ、の発売が延期になってた理由ってこれだったのね。そうだな。最初の不正発覚の時点で、ダイハツ側としてもこれはのんきに新車発表なんかやってる余裕はない、と思ったんだろう。実際これほどの騒動にまで発展したことで、その判断は正しかったと言えるだろうな。ただ今まで、ロッキー、や、ライズ、の生産停止や、新型、ムーブ、の発売延期だけでも大騒ぎだったのに、ダイハツの全車種がしばらく生産されないなんて、これこれからの軽自動車市場や小型車市場はどうなっていくのかしら。2024年の業界動向について、全経事業は、見通しが出せる状況にはない、と極めて悲観的みたいだ。まあダイハツの3割というシェア率からすれば、そうなるわよね。ダイハツの2023年の年間新車販売台数は、565,928 台。単月の販売台数は月によって多少異なるが、ダイハツの場合はおおむね4万台から5万台の間だった。よって2024年1月には、まずこれだけの台数が月次販売データから消えることになるぜ。うわ、世に出たかもしれない4万台から5万台の車がそっくりそのまま消えちゃうなんて、考えただけでゾッとするわ。もし本当に再開まで1年もかかるなら、それが約50万台になるってことだもんね。加えて、工場の生産、出荷再開の目処が立っていないことは、業界全体に暗い影を落としている。生産再開が遅れれば、市場全体への影響は計り知れないぜ。いくらダイハツと長年のライバル関係にあるとはいえ、スズキやホンダであっても、月に4万台から5万台なんていう供給不足をカバーできるわけもないわね。しかもダイハツがいつ再開するかもわからない以上、簡単に増産体制に舵を切るわけにもいかないからな。思ったより早く再開することになったら、大損になってしまう可能性があるもんね。ダイハツの短期開発の話の中で出てきたように、軽自動車というのは言ってしまえば、薄利多売、なんだ。だから本音を言えばメーカーにとって厳しい商売であり、国内が供給不足に陥ったところで、それじゃあ増産しましょう、とはならないだろうな。スズキやホンダにとっては、ダイハツが勝手にこけてくれたことを喜んでいる暇はなさそうね。特にホンダなんかは、Nボックス、が相変わらず絶好調でも、四輪部門が苦しんでいることからなかなか利益を上げられていないからな。じゃあダイハツの永遠のライバルと言われてきたスズキにとっては、チャンスなんじゃない？ライバルが自滅したことで自然と売り上げは伸びるだろうが、注文が殺到することで納期が伸びてしまうし、下手をすれば従来のスズキユーザーに迷惑がかかってしまう。それは絶対に避けたいことであり、とても手放しで喜べる状況ではないだろうな。それじゃあ2024年は多くの消費者が、新車の軽自動車を買いたくても買えない、なんて状況になりうるわけか。中古車市場の方はどうなるのかしら。
現時点では中古車の相場に目立った動きはないようだが、本格的に影響が出るのは2024年の2月以降あたりからだと思うぜ。今回発覚した不正とは直接関係のない車種だったとしても、商品としてのイメージが拭い去られるわけじゃないもんね。ああ、これまで培ってきたダイハツというブランドイメージが失われることで、中古車市場にどれほどの影響を与えるのか、全く推測がつかないぜ。ここまでの話を聞いた限りだと、ダイハツは倒産という最悪のシナリオを回避することはできそうね。でも様々なところに影響を与えた挙句、自身は首の皮一枚繋がっているような状態で、ブランド回復に奔走することになりそうだわ。そうだな。現時点でダイハツに求められているのは、一刻も早く車内を浄化し、新体制を整えた上で新車の生産、出荷を再開することだ。同時にトヨタも親会社としての責務を果たすだけでなく、ダイハツを内部から腐らせた直接の原因になっていることを自覚してほしいものだわ。そもそもダイハツで行われていた短期開発の問題だって、ぶっちゃけ他人事じゃないと思うんだけど。そうだな。ダイハツ社内における短期開発への異様なまでのこだわりようは、もはやある種の宗教のように根付いていたようだ。そのことは第三者委員会による報告書の中でも、厳しく指摘されていたぜ。それじゃあ親会社であるトヨタの現場に、ダイハツのような早期開発が正義といった風潮が全くなかったと言い切れるのかどうかは、正直怪しいところじゃない。残念だが霊夢の言う通りだな。今後はトヨタへの責任を追及する声も増えると予想できるぜ。ダイハツの社員だって、親の教育を愚直に実践していた可能性は大いにあるもんね。そんなトヨタだが、ダイハツの再建を、主に取引先の保証関連資金という形で全面的に支援すると発表している。しかし詳細やその他の具体的な支援策はまだ不明なままだ。改めて見ると、何もかもが不明で、本当に先行き不透明な部分が多すぎて嫌になるわね。できるだけ早くまとめられ、発表されることを期待するわ。日本の自動車業界における軽自動車は、メーカー周辺を支える関連下請け企業を含めて、決して軽視できない重要な産業だ。ダイハツの不祥事は残念だが、ここで迅速かつ適切な対応を取ることが、問題の沈静化と業界全体の安定に不可欠だろう。影響の大きさを考えると、責任を取ってもダイハツは看板を下ろして会社を畳め、なんてわけにもいかないのね。ダイハツがなくなってしまうと、あまりにも多くの罪のない人間が巻き込まれてしまうだけだもの。そうだな。今回ダイハツの起こした不正問題は許されるものではないし、国民の怒りも理解できる。しかしダイハツが一刻も早く立ち直ることで、これまで通りの生活を送ることのできる人間が多いというのもまた事実なんだ。かといって広範囲に与える影響の大きさから、自分たちのような大企業は何かやらかしても処罰されることはない、なんて勘違いはしないでもらいたいけどね。それはもちろんだ。おそらくダイハツにとって、これが最後のチャンスになるだろう。そりゃそうよ。今回のことで海を完全に出し切って、もう生まれ変わったくらいの気持ちで、今後も素晴らしいものづくりを継続して行ってほしいものだわ。再建には苦労するでしょうけど、なんとか踏ん張ってほしいものね。どうした霊夢？さっきまではもうダイハツは腐りきっているからどうしようもないと何度も言っていたが、どういった心境の変化だ？不正は許せないけれど、やっぱり一自動車ファンとしては、日本車のメーカーが減るのはなんとかして食い止めてほしいのよ。今後ダイハツの、担当、いや、ムーブ、がなくなるって考えると、やっぱり寂しいもの。なるほどな。そういったファンたちのためにも、ダイハツには一刻も早い改善策の発表を期待したいところだぜ。もし2月以降も生産、出荷停止が続くようであれば、再建までの道のりは、より険しく、困難になることが予想されるからな。今後もダイハツの動きからは目が離せないわね。まずは1ヶ月後に発表がある、ダイハツ経営陣の新しい顔ぶれに注目ね。それじゃあ今回の動画はここまでだ。もしよかったら、みんなの熱い気持ちをコメントしてくれ。そして、この動画が面白いと思ったら高評価よろしく頼むぜ。みんなのコメントと、高評価のおかげで動画作成頑張れてます。これからもみんなが楽しめるような動画を投稿できるように頑張るので、チャンネル登録で応援していただけると、とても嬉しいです。それでは今回も最後までご視聴いただき、ありがとうございました。